けど引っ張るからもう。ちなみに近藤プロあの形になったらテンパイ取ってリーチとかあるんですか選択肢では。あのリーチはしませんよ。あとでピンフのテンパイは取りそうだと、うん、テンパイは取りますけど、うん、さあドラワシャーです。今度はご機嫌な新井の親番だ。ドラドラじゃないですか。来ましたよ、うん、しかもかなりいいな形。さあ本日は443ときてマイナス 101.2 ポイントの失点になっている新井です、うん。これで、ね、ここでトップを取れば、はい、5万点トップとか取ったら、ね、半分返ってる。結局ご機嫌で帰ることになるかもしれないですね。結局ご機嫌なんだ。結局ご機嫌になるかもしれないですね。羨ましいですね。羨ましい。今こんなプロちょっと気が重いですからね。ご機嫌な人生送りたいです。でも新井さん応援してるんですよね、うん、今はね。今はね、うん、今だけは。近藤プロもいつもほんのり楽しそうですよね。あ、まあどうなんですか。そうなんですか。うん、さあ太田今回はですね数万あんこですが、うん、にゃんめんが一つと非常に苦しい形であります。ちょっとあまり高くならなそうなんですよね、うん、まあ、ピンズの1つぐらいでしょうね、うん、やがまんずと、うん、それあんかんができて関連図払っていきますね、うん、坂本は国士、うん、うわあかんずったけどなあ。サンズを切っときますか一応、うん、ピンズの景色もね悪くないんで、あの例えばペン3ピンとかもね今からは外したくないですね。そうなんですよね、うん、ドラドラの洗いです。この勝負手をものにしたい。さあここまでの5節3桁の勝ち負けが続いている洗いです。うん、冒頭でもお伝えしましたけれども、1節目はプラス 100.2 ポイント、2節目プラス 87.5 ポイント、3節目マイナス 132.0 ポイント、4節目プラス 147.1 ポイント、5節目がプラスマイナス0です。ここでちょっと落としてくるの面白いですよね。あ、これ難しいな。うーん、統一どう仕上げればいいでしょう。まあでもね、両冠、あ、ローピン2枚切れだから GP もありますけどね、はい、ありますね。とはいえこの3層とシャーのシャンポン残してどうするのかっていう問題もあるんですけど、はい、だけど2枚入れのローピンよりはシャーか3層引く方がね、まあ、見た目的にも可能性が高いっていう状況なんで、うん、そうですね、うん、一般的にはチーピンだと思いますけどね。これは難しいな、うん、でチートイツになりかけてもそれはちょっと辛抱するところでしょうかね。そうですね、うん、今の選択がどう出るのか、うん、あ、ドラのシャアですね、うん、まあ、太田はちょっとね鉄格好良くないんで、うん、これでもうシャアは切らない形でね、うん、いっそスーマースーマって切ってね中途一なんかを見ながらになる、うん、ね、なるかもしれないですね、はい、さあ1段目が終わりましてまたしても捨て牌がですね、坂本平賀と非常に濃い、そして親の洗いもね、うん、こちゅんちゃん牌が目立つようなそんな捨て牌になっています、うん、ね、洗いは普通の手なんですけどね、うん、そうですね、うん、平賀と坂本が八王中牌を貯めていますね、うん、これでもね洗いからするとあの坂本平賀が遅いならば自分にとっては大チャンスって思ってますよね。そうですね、さあこれですよ、うん、5統一目がねできたんですけど、これは中途一にしたいな。い、残すべき、まあ、スーピンがね今、うん、もう2枚見えた状態なんで、はい、あ、なるほどね、3ピン、うん、ウーピンがいいから中途一に決めて、いいですね、はい、ね、結構でも勇気のいるやつですよこれはね、うん、そうですね、うん、まあ、ここも中途一は固定したということになります。天秤にはかけず、うん、実際は3ピンが手の内であと1枚使われているだけですかね、うん、うん、両方2枚ずついるんですよね、はい、あ、ここでドラ切った太田、お、お、太田このタイミング良しとしましたか、まあ、自身の手、うん、まあ、ちょっとね脇がね本一とかチャンタの場合そろそろ切っといて動きを見たいなっていう感じでしょうね、うん、多分、ね、さあ読みを入れて太田しっかりとドラの発を切りました。荷物は下ろしていきましょう。平賀マンズ伸びますか、伸びない、いやー、
られたばっかりだったからね、はい、ちょっと地層とパスは選べないですからね、しょうがないと思いますこれは。ただ目の前に並ぶとこうストレスがかかりますね。うん、これそしたら3ピンピン立てはパーソー短期にするかな。うん、これですね。ランピンはどうでしょう。まあ、ウーピンが1枚切れなんでウーピンを切るかな、素直にね。あ、でもランピンだ。おー、ウーピンの方に感触がある。いや、チートイツの匂い消しじゃないですかね。なるほど、可能性もありますね。例えばウーピン切っといて次ランピン切ってリーチって、うんうん、まあ、リーチって言わないかもしれないけど、うん、なった場合にいやチートイツ怪しいなってなるじゃないですか、はい、だけどランピン切っといて最後ウーピンだと、うん、いやチートイツだったら逆じゃないかなって思うんですよね。あ、繊細な一打ですね、うん、しかしこちらもいい選択でしたね。ランピンも手の内1枚使われていたので、うん、枚数上は差がないと、うんさあこれでイーシャンテンどこで構えますか。カンサンピンが良さそうに見えます ね、カンサンピンは残しますよね、はい、だから9ピンか9層かね、どっちかな。うん、まあ状況的にはなんか どちらあんまり変わんなそうですよ ね、あのどちらも完全に安全ではないけど、はい、かといってどちらもそれほどなんか危険そうでもない。そうなんですよね、はい、これでちょっと進んだリアンシャンテンだ。さあどうかな、リアンソーバーに1枚切れ、お選択が続きますね。ちょっと残したいけど他の範囲がちょっと良すぎるかな。全部山にいるんですよ、サンピンもウーピンもリアンゾーもいる。うー、あー、いやー、これなんかどれ切ってもいい気がしました。そうですね、全部良さそうなんですよね、すごくいい、どれも。そして全部1枚切れだ条件が変わらない、うん、いや悩ましい、うん、全て山にいる荒い、うん、でだとするとやっぱりその端っこの方から先に切っといた方が、はい、よりなんかね、チートイツではない可能性をより残せる感じはしますよね、まあ、川に情報を落としづらい方っていうことですね、うん、そうですね。いや、しかしここまで自敗が切られない曲っていうのは珍しいですよね、うん、平賀が白トンと余らせてきてますよ、うん、ちょっとチャンスが、リャンピーいたんですよ、まあ、おそらくね、チーソーもリャンピーもほんのりこう選択にある範囲だったので、だからなんかね、いいのが多すぎてそして追いついたのはこれは大田ですね。赤の3ピンのリッチですか。いきました、超怪しいですけどね、このローピン、このチーピンってね、1段目に切っといてこのローピンなんだよっていうどんな形に見えるんですかね。あんこからもう1枚は切れてますか。2枚切れてましたね、うん、あんこガラガラがないんで、はい、ちょっと、うん、換算ピン、でも換算ピンは固定しそうなんですよね、ちょっと分かんないですね、うん、新井の3ピンが意外と危ないかもしれないですけどね。危ないですね、ウッピンが重なったら3ピン切ってパサ短期にしてもおかしくないですよね、はい。ここで平賀が動きました。ペン3万をチーしてイーシャンテンです、うん、ペーチャ、ペーとナンガローソー、いらない、うん、ウーピンをとりあえず切れましたね、2枚切れなんで。大田にとっては全くの無筋の牌です、このドラドラの勝負手でしたが、あらい苦しめられている。これ考えてるってことはローソーをつもぎろうと思ってるんだろうな。うん、一応ね、スーソーが3枚見えてるんですけどね、あとチーソーが全見えなんで、はいはいはい、まあ、ローソー切ってもまあおかしくはないんですけど今パーソー食い流れた。うん、あ、パーソーが下がりましたか。荒井の欲しかったパーソーですね、うん、激痛ですねこれはね。いや、荒井のだって残した牌全部山にいたんですよね、うん、だからどれが先に来るかだけだったんで、そうそうそう、ちょっとこれリャンピンとかもミスとは言えないですよね、うん、まあ、全然ミスじゃないと思います、うん、パーピンは自身で切っています。場に2枚切れ、チート打ちにするなら持ちたくないところですね、うん、このローピン切りリーチをどう見るか、まあ、シャンポンがないんで比較的打ちやすいですね、うん、これははきっちりと折り切っている。3ピンがまだいますよ。うん、いるんですね、はい、3ピン。そして平賀がイーシャンテン、3ピンって2枚いるんですか。テンパった、テンパイしました。関数万、うん、数万、なんと太田が4枚持っている。あらららら大変これは最も出ないところに4枚ですね。急
重曹、いやこれはやめるかも、上がりがなくなりましたからね。まあ、順命との折り合いですね。重曹、まあでもやっぱシャンポンが重曹あるからな。だけど微妙にね、坂本あたりが持っててもおかしくない。まだ頑張る荒い。国士の坂本が持ってると思うと、シャンポンはちょっと薄いと。さあ、積もった太田です。積もった。リーチ積も。はあ。裏ドラは乗らず。これは300、500のつま上がりとなりました。あ、リーチも5等ですね。失礼いたしました。リーチをしてましたね。500銭の上がりです。新井がね、いや俺もそれいいと思ってたんだよって思ってそうですよね。いるよね。いるよね。俺も狙ってたんよね。ね、これ安いけどいい上がりですよね。いや、いい上がりですね。あのドラの切りどころがね、また良かったし、なかなか難しい上がりだと思いますよ。はい、いや、太田今日一日通して光ってるように見えますね。これ特にね、あの打点派はちょっと難しい上がりですよね。そうですね。あそこでドラ離すと、もう役なし、ね、そうドラなしになるんで。リーチのみになっちゃうんですよね。麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。